ジョナサン・ディーン・サーストン・ AM は、オーストラリアの元プロラグビーリーグ選手である。選手としてのキャリアの大半を、NRL のノース・クイーンズランド・カウボーイズで過ごした。オーストラリア代表、クイーンズランド州、ステート・オブ・オリジン代表、インディジナス・オールスターズ。ハーフバック、または、ファイブエースとしてプレーし、著名なゴールキッカーであった。2015年。 史上初の4度目のダリーエムメダリストとなり、同年には史上初の3度目のゴールデンブーツ賞受賞者となった。現役中、サーストーンはラグビーリーグ史上最高の選手としばしばみなされていた。ジョナサン・サーストーンは2002年にカンタベリーバンクスタウン、ブルドックズでキャリアを開始し、2004年には優勝チームの一員となった。2005年に ノース・クイーンズランド・カウボーイズへ移籍し、同年のグランドファイナルでプレーした。また同年には、ステート・オブ・オリジンのクイーンズランド州チームでデビューし、翌2006年には、オーストラリア代表でデビューした。2008年は、ステート・オブ・オリジンのシリーズ最優秀選手として、ウォリー・ルイスメダリストとなった。2008年には、オーストラリアン・アボリジニの正規のチームのハーフバックに、名を連ねた。 サーストンはクイーンズランド州チームの2006年からのステートオブオリジン8連覇の全24試合に出場した唯一の選手であり通算では2005年から36試合連続出場を果たしたサーストンは2015年のシリーズ中にステートオブオリジンの最多得点記録を更新した2015年はグランドファイナルのマン・オブ・ザ・マッチに選出され クライブチャーチルメダルを授与された。ありがとうございます。